皆様ごきげんよう、佐合です。黒木です。今日皆さんに伝えたいメッセージ、はい、問いかけたいことは何ですか？ワクチン打ちますか？です。コロナのね、はい、したいですか？打たない。あ、打たない。打たない。みんながあれほど欲しているワクチンを打たないというのは何でなんでしょうかね？注射痛いんだもん。注射が痛い。それはちょっときついかもしれないね。注射自体が嫌い。それだけです。コロナにかかるリスクは限りなく下がる、うん、下がる。それでも無理だと。だって風邪じゃん。まあ確かにね、コロナって風邪じゃん。コロナは風邪です、うん、じゃあワクチンの普及率がどんどん上がってくると思うんですよね。そうするとみんな集団免疫を獲得するよね。獲得するでしょ。で、はい、そうなってくるともう減ってくると思うんですよ。だから要は結局ワクチンと戦いじゃないですか。確かに確かに、うん、そうなってくれるのを待つっていう。なるほどね、うん。でその間にかかったら、あ、それはそれで自分の責任なんで、どっかで隔離させてもらっていますよ、うん。まあ、でもさっき言った通り、コロナは一応風邪の一種だから、うん、単純に自分の免疫を上げておくっていうのも有効な対策だしね、うん、注射を打つことが全てではないっていうか。そう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 、うん、その1本分は誰か他の人に使ってもらいたい。僕は。うおすごい。それは僕がいただきますね。はい、どうぞどうぞ。僕は打ちますね。打ちますか、うん。なんで打ちたいの？まあ、単純にまず注射、俺は好き。好きじゃないんだけど、好きではない。誤解招くんだけど。注射好きみたいになっちゃう。好きになっちゃうけど、全然ね、抵抗はないし、うん、コロナになるリスクを減らせるっていうか、その考えなくていいじゃん。もし自分が体調悪くなった時に、これはコロナなのか、そうじゃないのかっていうのが悩むんだよね。うん、リソース、脳のリソース食う。固く言うと自分は一回この1ヶ月ぐらい前に風邪になったんだけど、ね、はい、それで PCR 検査受けたんだけど、うん、陰性が出たら、うん、やっぱ安心するんだよね、うんうん。それはなんでかっていうと、自分がコロナがやばいっていうよりは他の人に迷惑かけちゃうんじゃないかみたいな。 その間にね、いろいろ移しちゃったり、黒木も濃厚接触者に多分なるだろうし、うん、そうすると家族からもね、隔離させちゃうとか ね、 そ う、 ね、そういうのとかあるかもしれないしさ。それはあるね。迷惑かけちゃうんじゃないかと、リスクヘッジみたいな不安、うん、みたいなものはさっさと消せるならしたいなというところがありますね。うん、なるほどなるほど、うん。まあ確かにその通りだよね。自分だけで生きてるわけじゃないんだから、まあ ね周りにいっぱいね、その支えられて生きてられるわけだから、そうですね、うん。そういう人たちに迷惑かけるなよっていうのはその通りだと思いますよ。うん、まあまあ別にでも打つ打たないは自由だから、別に打たないからこと言ってそれは責められるべきではないと、うん、俺は思うよ。すごい。そうだねそうだね。うん、これ個人の選択だし、てか何より副作用がある可能性もあるから、うん、ね。うん、だから多分割れる、これ結構世論的にはどうなんだ、割れてんのかな、その打つ打たないって。あ、分からない。どうなんだろう、ね。打たない方がいいっていう人もいるかもしれないし、うん、でもそれは積極的にどんどん打った方がいいし、なんなら私打ちたいわって人いっぱいいるかもしれない、ね。まあそうだね。打つか打たないかっていう結果は別にその人が選んだんならどっちでもいいと思うんだけど、うん、情報はある程度知っておいた方がいいよね。打つにしてもリスクがあるっていうところとかね、うんうん、アナキフィラシーショックっていうアレルギー反応が起きたりとか、一応は亡くなっている方もね、出たわけだし、うんうん、まあすごい確率は低いけども、うん、だからそこら辺はね、ちゃんと把握した上で決断を下すというのがいいんじゃないでしょうかね。そうだね。まあ今現状はね、うん、日本の国内で言うと、うん、まだ全然ワクチン接種率低いし、低いね、今医療従事者から優先的に打っていって、ね、そうだね、その後高齢者の人たち、うん、でその次の人たちっていう感じだと思うんだよね、うん、いうそのいっぱい余ってるんだったら考えるかもしれないけど、足りてないんだったら別に僕なんかに打つよりももっと他に打ってもらうべき人が、あ、でもそれはそうかも、きっといる。それはそうかもしれない。で確かに僕はまあ比較的若めなんで、まだ死なないと思います、かかってとして。確率はかなり低いとされていますね、うん、死にやすい方の方が、死にやすいって言ってるのがあるんでね、確率が高い方に打っていただくのがいいんじゃないでしょうかというふうに思ってます。なるほどね、はい、それがあの社会全体の幸福につながると思います。僕も打たなくてハッピーだし、そうか、痛い思いはしなくてハッピーだし、そうね、彼らもその彼彼女らもハッピーでしょうと、その一人一人分だけどね。まあそうね、注射は怖いですね。はい、はい、それだけあのね、僕、いや、注射が怖いってのもあるし、余談でね、まあ、ね、その僕嫌な嫌いなもの三つある。知りたい。まあ、待って、まず、ね、その3つも知りたいんだけど、注射の何がそれだけ怖いのかっていうのを知りたい。注射？痛いのか、痛いじゃん、うん、あ、痛いのが全部ダメってこと？痛いの嫌だよ。例えばそのサッカーとかってあるじゃん。で、俺サッカー嫌い、プレスのあんまり好きじゃなくて、それなんでかというと、うん、痛いからなの、なんかぶつかり合ったりして、だから俺ちょっとね、まあ、そっか、サッカーね、嫌なんだけど、あれは大丈夫なの？うん、サッカーやってたしね。そうだよ、ね、やってたよね、うん、注射は嫌なんだ。嫌だよ。あの痛さが嫌なんだ。痛いじゃないですか。いや、痛いっすね。痛いって分かってて痛いのやるじゃない。サッカーは、あ、そういうことか。プレイしながら、仕方なくそのね、ぶつかってなるから。あ、そういうことね。うん、あ、じゃあ痛いの、これから痛いの待ってるよって言って痛いことをするのがめちゃくちゃ嫌なんです。バカじゃん。まあ、そう、お金払うじゃん。お金払いますよ。そう、お金払って自分の時間も使って打ちに行くわけですよね。うん、まあそうだね。
なんでそんな自分のいろいろお金払って時間使って痛い思いしないといけないのっていうふうになっちゃう。じゃあめちゃめちゃ歯医者やらね。歯医者嫌いだよ。やれね。嫌い。嫌いだから。予防しまくる。予防しまくる。いやー、なるほどね。そこにはめちゃめちゃお金と時間を使います。一貫性があるわ。そう。なるほど、なるほど。すごい納得できた。普通の定期検診じゃないやつも僕は受けて。そうなんだね。受けてます。すごい納得したわ。はい。なるほどね。PMTC っていう歯のクリニックがあって、ものすごい丁寧に磨くし、検診もするしっていうのを自販機ごとに一回やってます。それはだから自分で、ね、万全だね。お金もかかるんだけど、はいはい、でも後から痛い思いするよりかは、まあ、そうだと思う。そうやった方が絶対いい。うん。うん、ちなみにあと他に怖いものは、それ言うと僕の弱みを知られてしまうことになるんで、ちょっとここでは全て話せない、全てを言いません。なるほどね、はい、いつか言うかもしれないです。わかりました。でもその3つのうちの1個がまあ注射っていうのはバレちゃったんで、なるほどね、僕をいじめたい時はそういうのを話せばいいんじゃないですか、ね、注射打つぞと、はい、いうことで言えばいい、はい、なるほどね。じゃあちょっと今後僕が言うことがあるかもしれません、ね、はいということです。はい、ということで今回の動画はここまでとなります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。